ラズベリーパイ OS はデビアンウェイスのラズベリーパイ用の子供向けの教育用および小規模な開発者向けのコンピュータオペレーティングシステムである。ラズベリーパイファンデーションには直接的に付属していないもののラズベリーパイ OS は正式にラズベリーパイに対応した OS である。ラズベリーパイ OS はマイク・トンプソンやピーター・ク・リーンによってに初期バージョンが完成し、 2012年6月以来、現在でも開発が進められている。不動小数点演算命令を持つ CPU を高速に活用できるハードフロートを搭載した ARM ハフでコンパイルしたソフトウェアを実行できる特徴を持つ。2020年5月に正式名称がラズビアンからラズベリーパイ OS へ変更され、PC と Mac 向けのラズビアンについても、 ラズベリーパイデスクトップへと変更された。もちろん、デビアンにはバージョンが存在するが、ラズベリーパイ OS にはバージョンが存在しないために、リリース日とカーネルバージョンで識別する形になっている。複数の方法がある。ラズベリーパイイメージャーのリリースに伴い、ニューブスは、非推奨となった。p イソン、スクラッチ、ブレンダー、ジンプ、テスラクト OCR、ソニックパイ、ナギンクス、 クロミウムなどを同梱している。また、デビアンに対応したソフトを APT インストールで簡単に導入できる。ラズベリーパイファンデーションは、公式に対応する3つのイメージを提供している。2019年6月20日には、ラズベリー、パイ o s with Desktop and r e c o m ソフトウェア、ラズベリーパイ OS with Desktop と、ラズベリーパイ OS Lite が提供された。 ラズベリーパイファンデーションが推奨するソフトウェア意識が入ったバージョンが提供されることになった。GUI の X ウィンドウをはじめ PS 用の OS と同様にブラウザやワープロ、表計算、プレゼンテーションなど事務用の必要最小限のソフトウェアも同梱している。OS パッケージは 4GB 以上になり 8GB 以上の SD が必要である。 コマンドラインで利用する、軽量版。ソフトウェアのほか、GUI の X ウィンドウも最初からない、ラズベリーパイ OS。コマンドには、Linux スタンダードベースで参照しているコマンド、d e b i a n 固有のコマンド、Raspberry Pi OS 固有のコマンドなどがある。これらのコマンドはデスクトップでも利用できる。ありがとうございます。